ください。このツヤツヤ感。今日は美容室に行ってきました。美容室行ってきた。サラサラじゃない？めっちゃ。なんか私髪伸びるのが早くて、なんか今髪結構明るくしてるんですけど、なんか人間って黒い髪の毛が生えてくるじゃないですか。すぐねこの根っこが黒くなっちゃうんですよ。 それをなくしに行ったのと、プリンってよく言うじゃないですか、髪プリンって。そのプリンを直したのと、あと髪がちょっと黄色い感じ、黄身が出てたので黄身を抑えてグリーンを入れてもらって、まあ、前回もグリーン入れてもらってたので、前回とそんなに色は変わらないんですが、まあ、ちょっと落ちてた部分を抑えてもらってめっちゃ可愛くなりました。明日ちょっと撮影なので、気合い入れて美容室行ってきました。かわいい、ありがとう。ね、そうだ、おしゃべり会ありがとうございました。来てくださった皆さん。うわっ、シンフラ見てるので終わりしたい感じします。うわっ、私も配信終わったらすぐ見よう。犯人言わないでよ、絶対。これ振りとかじゃなくてガチで犯人言わないでくださいね皆さん。今日はありがとう、久しぶりにお話できてよかったです。ありがとうね、めっちゃ久しぶりだった。ありがとう、今日喋りかありがとう。こちらこそ、今日ね本当にたくさんの方が来てくださったの、めっちゃ嬉しかった。お喋りかありがにょうございました。それ言ってくる人もいたわ。まあ愛おしいですね、愛おしいいじりです。あ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。そうだ、ネイルインスタに投稿したので皆さん見てください。みはるがね今日撮ってくれた、めっちゃいい感じにネイルの写真が撮れたので、久々にインスタにネイルをアップしたのでみんな見てください。今日も楽しかったって。ねえ、楽しかった、本当にありがとう、めっちゃ笑った。ありがとう、しゃべり会こちらこそ、みんな本当にマジで楽しかった。今日もハルネイル可愛い、嬉しい、ピンク。明日はですね、撮影と、あとね、まあ、ホワイトデーじゃないですか。私ちょっと楽しみなことがあるんですよ。まあまあまあ、多分予想つかないと思いますけど、皆さんにもご報告しますね、何があったか。私多分ウキウキして今日寝れないかも。でも明日顔むくんじゃうので寝るんですけど、寝なきゃいけないんですけど、明日は楽しみなことがちょっとありすぎて、なんか一日でこんなに楽しみが詰まってていいのかってぐらい楽しみなことがいっぱい詰まってる日なので、でも夜はね配信できると思います。明日だからお仕事して楽しみなこともあって、楽しみ、語彙力。お仕事で参加できなかった昨日のお話したからね、昨日の話私も聞きたかった。でもストーリー見たよ、ありがとう。お仕事お疲れ様。そういえばあいなちゃん今期はドラマ何見てるの？マイクール聞いたのに今回聞いてなかった。今回は真犯人フラグ、あと妻小学生になる、私が一番今期一番好きなドラマ妻小学生になる、あとミステリーという流れ、何読み方ってる、とファイトソングかな。本当はもっといろいろ撮ってたんだけど、ちょっと見る時間がなくて追いつけなくて、ドクターホワイトとかも3話ぐらいまで見たんだけど、ちょっと1話撮り忘れちゃって、それ以降見れてなくて、他のもね撮ってたんだけど、ちょっとドラマ見る時間がなくて。マイク全見たいドラマってさめっちゃあるけどさ、全部追うのって不可能じゃない？普通に不可能じゃない？あ、いつもありがとうのギフト、ありがとう。このギフトもうちょっとで終わりなのかな。おしゃべり会楽しかったよ、ありがにょーって、あここでも言ってるな。ありがにょー、ありがにょー気に入ってる？みんなまさか。ストーリー見るの早くて笑ったって、ストーリー嬉しくて、私マジで
なんかどの SNS も嬉しいんだけど、特になんかストーリーって嬉しくてスクショしちゃう。全部タグ付けされてるとスクショしちゃう。癖でスクショしちゃうもん。ツイッターとかもめっちゃみんなのスクショしてる。あ、桃のまんじゅうありがとう。桃まんじゅうありがとう。真犯人フラグ以外全部被ってます。最高。真犯人フラグおもろいよ。妻小学生になるが一番好きだな。でもちょっと楽しみなんだよね。 DCU とドクターホワイト見てる。 DCU もね見たかったの。 DCU とあとなんか逃亡みたいなやつなかったっけ。ちょっとさ、明日撮影なんだけどさ、眉毛がさちょっと今黒くてさ、髪が明るいからさ脱色したいんだけどさ、配信中に脱色していいかな眉毛の。今日美容室でさ、このあと早めちょっと配信できるなと思ってさ、家着いて眉毛脱色したいな、眉毛脱色しながら配信していいかなとか考えながらやってたんだけど、やんない方がいいかな。みんな集中できない会話に。ここに私が白いの乗っけてたら、ねえ、私もさっき眉脱色やったよ。どこでどこで同じことしてんの。え、運命とか言えない眉脱色で。あやなちゃんのおすすめで決心してみました。今日なのおもろい。え、脱色配信見たい。じゃあ脱色しよっかな眉毛。ちょっと待って、持ってくるね道具を。道具って言ってもあれですけど、なんかあれですけど、じゃあ今から眉毛を脱色していきたいと思います。イエーイ。ということで前髪をピンで留めていきます。な感じですね。そしたら「マロやったから何でもあり」。え、それな、え、それだわ。マロやったから何でもあり。え、それなすぎる。全然やろう余裕で。そしたらソースを作っていきます。食べ物みたいに、だしクリームを作っていきます。これを1対1で入れます。いや本当にそう、脱色怖くて美容室でしかやったことない。え、美容室で眉毛脱色ってやってくれるんですか。え、だったらうちも美容室でやりたいな。なんか美容室の方が持ちよさそう。なんかねこれ本当にね、あ、絶対出しすぎた。喋りながらしてるとこういうのってミスるよね。絶対3人分ぐらいの量出しちゃったよ。このね、う、臭っ。マジで臭いんですよこれ。でも嗅いじゃうんだよね。いやでもマジ臭い。鼻がツンツンする。ほんとね、目がねなんかしばしばする。で、やってくれるんだ。カラーとしてやってもらう、めっちゃいいね。はい、で眉毛のせていきます。これはすぐに鏡見ながらやる。こんなんね、あの適当に乗っけたらいいんです。なんとかなるんです。なんか意外と量ちょうど良いかも。
私は結構ちゃんと脱色したいからたっぷり塗っちゃう。まあ、マスカラしてないんですよ私今日。これ何もしてないの。すいません、美容室で気づきました。やばい、眉毛黒いって。脱色しようって。やばい、ちょっと左下手なんですよね まあでも大丈夫です。これ雑に見えますけど、マジなんとかなるんで。マジでなんとかなるんで、余裕です。いいよ。そう、してないのよ、眉マスカラ。昨日の公演の時とかはしてたけど、今日ちょっとサボっちゃった、眉マスカラ。そしたらびっくりしたよね、美容室で。浮いてるって。やばい、髪の毛が。お、いいね。あ、いい感じです。これで待ちます。10分ぐらい、5分から10分ぐらい待って人です。いつもアンメイク綺麗って。嬉しい、ありがとう。このさ、最近涙袋そのメイクを変えたらさ、めっちゃいい感じ 尊いギフト 尊いギフトのタイミング合ってる？投げる今10時18分、ありがとう、教えてくれて。ちなみに私も今日眉マスカラ忘れて仕事行ったって。浮いちゃうよね、眉毛。キラーかわいいでしょ。あれね、ファンの方からね、いたね、こういうのね。マジ、羽ピンってマジ、なんぼ、羽ピンはなんぼあってもいいですからね。羽ピン嬉しい。私結構お風呂上がりとか、メイクするときとか、羽ピン使い分けるタイプだから。涙袋のメイク、使うものを変えただけなんだけど、今まではアイシャドウを魔女魔女の有名な涙袋にいいっていうアイシャドウを塗ってたんだけど、それをね、なんかなくしちゃったんだよね、どっかで。なくしちゃってしょうがなく買ったんですよ、涙袋用の。でなんかペンシルにしてみたんだよね。これ前もね紹介したんだけど、韓国のねブランドなんだけど、ピアーラストオートジェルアイライナーっていう、 BBIA って調べたら多分出てくる気がする。このペンシルのこれにしたら、涙が、涙じゃない、涙袋がすあちゃんと閉まってた。こう出して涙袋がすごい爆誕します。
でもなんか日常生活で使うと濃すぎる気もする。なんかステージメイクにすごいなと。でも日常でもまあ使えるか。はい、私は8番使ってるよ。ちなみにピンクっぽいやつ。卒業前にあなたの一面が見れて嬉しい。ねえやめてよ、本当に思ってる？これ新たな一面に入んのこれ。昨日楽しかったな。え、ま、昨日の話してないよね。昨日さ、そう、え、昨日ってさ、そうだよね、帰ってきてからショールームしてないよね。昨日マジでさ楽しかった。トイロム公演もスイーツ部の配信も。え、これ映像倉庫に残んの？映像倉庫って何でも配信残るんでしたっけ？やばい、映像倉庫にこれ残んないきついな。カラオケすると残らないの？え、そうなの？知らなかった。そうなんだ。調べたらスクショしてありがとう。ちなみにマジョマジョお揃いでした。あ、ほんと？あれみんな持ってるよね。エモすぎて冷静を返したって。分かる。マジでエモかったよね昨日の。私昨日の声まだアーカイブ見れてなくてさ、ちょっと昨日さ足つぶがあってさ、もう帰ってもうバタンキューって感じだったからさ、全然 DMM 見れてないから早く見たい。トイロ公演マジで楽しかったな。私は1回もう3回見たからな。早っ3回見たの？早すぎる。あ、書いてあったわストーリーに。見たわ、恥ずかしいって思った。ちなみに5分経過。お、私は念には念をタイプなんで、ちょっとあともう5分。あー髪の毛がやばい、髪の毛が、色が、髪の毛が脱色されちゃう。今日染めてきたのに危ない。髪の毛が脱色するところでした。なんか喉かゆいんだよね最近。花粉症だよね絶対。絶対花粉症。喉鳴った。喉かゆい、やだもう花粉症やだ。早くハロー、早くハロー終われと思うけど、ハロー終わったら私NGT じゃないのか。でも待って、本当に早くハロー終わってほしい。花粉が嫌すぎる。どうしよう卒業公演、もう 目も鼻も真っ赤みたいな、目真っ赤パンパンみたいな感じだったら最悪じゃない？ありがねを10回見た。見すぎなのよ。見すぎ。今日のおしゃべり会めっちゃ笑ってすごく楽しかったね。楽しかった、ありがとう。今日負け泣けた、わかる。今日負け泣けるよね。花粉症のぞに来る私かゆい。かゆい。
思い通りにはいけないもんだよ。そりゃ時には結果が出ない日もあるさ。あんな努力したのになぜ報われないのか。腹を立てたってしょうがないだろう。挫折するたびに嫌になってくる。夢を見る目標を持つこと。目指すのがなければ傷つかずに済むから。成人式の前日に脱色クリーム眉毛になったと思ったね私。なんとかクリーム、何、脱毛クリーム間違えて買って眉毛なくなった。成人式の前日に、恐ろしすぎる。まつげ何してるんですか。眉毛です、これ。眉毛、まつげはあります。まつげ、あ、眉毛脱色してます。色を明るくしてます。その歌泣けるからやめてもらってどう。私の今日負けのなんかね、シミポイントはカドちゃんと歌わりが一緒なんだよね。そう、急げずにゆっくり歩いていこうで、二人で前出るんですけど、なんか私たち卒業するのかって今日多分見てる方もね、あ、この二人が卒業するんだって思ったかもしれないけど、なんか卒業する二人がね、遊び前の歌を歌ってるのがなんかエモいなって。今日負けからの不況対応はもう泣きって言われてるもんだよねって。不況、私不況対応が一番グッときた昨日の声の中で。ひまわりつけての不況で累戦崩壊でしたって。だからひまわり久々につけた。急げずにゆっくり歩いて行こう。ドゥン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 、ワンツーワンツースリー。あとね、必殺テレポートのあのソロダンス、ソロアピール大会ソロアピールのところはなんかレッスンの時からずっと私がやってて、本番もなんか打ち合わせとかみんなでしてないけど、なんかレッスンの流れで私になった。レッスンから毎回やってたから多分メンバーは私のあれを 何回も見てるでも本番も笑ってくれてた。あ、10分経った。じゃあ撮るね。まあ、本当はねコットンがいいんですけど、ちょっと私コットン切らしてるんで、ちょっとティッシュで撮ります。ではいざ脱色。明るくなった。元の色みんな覚えてる元の色覚えてる。手についたね。明るくなった。明るくなってなってる。明るくなったっしょ。馴染んでるっしょ。ほら茶色くなった。てて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 、て眉毛できました。じゃじゃん、茶色くなった。やったー、暖色成功、イエイイエイって感じです。茶色くなったよね、ほら近くで見ると分かる。ちょっとね赤くなっちゃうのよ、ちょっとだけこれね。でもこれすぐこの赤み収まるんで大丈夫です。いい感じ、脱色大成功。お疲
れ、今日も脱色クリーム。急がずにゆっくり歩いていこう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。な、かわいいギフトありがとうございます。えへ、眉毛脱色したらかわいいって言ってもらえた。えへへ。綺麗？やった。成功メーター。脱出みたいに言う。脱出成功。本当だ。脱色成功。うまっ。ギフトありがとうございます。いい感じじゃん。ありがとう、思ってくれてありがとう。特訓できるから20日も行きたいってね、来てほしい。今日でもね、マジでおしゃべり会みんな20日応募するって言ってた。今日20日は応募するねってみんな言ってた。当たるかなって。いやでも見てほしいよ、みんなに。でも昨日は結構初めてだったからさ、あのなんていうの、久々、2年ぶりだったし、まあ、ほぼ初めてみたいな感じだったじゃないですか。ストーリーも変わったし、だから結構みんなね真剣に見てるって感じだったんだけど、ぜひ20日はねもう本当に最後だから、ね、ぜひ盛り上がっていただけたらなと思います。トイロちゃんが見たい、トイロちゃん大好きって人が入ってくれたら嬉しいですね。まあそうでしかないと思うんですけど、応募するってことはそういうことだから。いい感じじゃん眉毛。卒業早いってわかる。早いよね。定員数ね、確かにまだ半分ですもんね。半分より今入ってるかな。トイロ着物の髪飾り毎年大きく見えたって。毎年ですよ。大きく見えた？え、顔ちっちゃくなったかな。え、ほんと大きく見えた。一緒ですよ多分。あれじゃない、久々に見たから。私もねあれね、何回つけても久々に見てね、でかって思うから。トイロのあの髪飾りバカでかいのよ。あ、どう、前髪ない、流してるのもいいんじゃない。大人っぽいって。確かに大人っぽい、可愛い。お顔が小さくなった、お顔が小さくなったってことにしとくか。じゃあうん、卒業までに前髪流してまた公演もしたいですね。全然やってない。夢しなん時にユニット声になってから一回前髪流したことないかも。みんな明日さ月曜日でしょ。こんな夜遅くに起きてて平気？大丈夫？みんな寝なくて。嬉しいけど、私はみんながいてくれて。みんな大丈夫なの？
いい感じ。ドタイプだって。マジドタイプ嬉しい。え、タイプって言われんのさ嬉しくない？まあ、言われない、普段全然言われないから嬉しいんですけど多分。え、タイプって言われるの嬉しくないですか？ぜひアイニャファンはタイプってこれから LINE をしてください。アイニャに。トヨロちゃん T シャツ可愛すぎて買えてよかった。うん、ありがとう買ってくれて。トヨロちゃん T シャツはみんな絶対ぜひゲットしてください。マジで可愛いので。おそろっちですよ、しかもメンバーと。いつだよのトヨロでした。ドストレートの髪型も好き。ドストレートね、めっちゃ髪長い時だ。もう切っちゃったからな、8センチも。仕事な、そっか仕事か。普段から寝るの1時過ぎってわかる。私も12時まで寝ることあんまないけどさ、いるでしょ12時まで寝る人。大丈夫ですって。みんな大丈夫です。うとうとしたら足始まって目覚めたって。ほんまに？明日早番だけダイニャ見てる方が元気出る。嘘、寝るより絶対寝る方が元気出るよ。嬉しいけど、ね、寝てね、ちゃんと元気もらえるから大丈夫って。みんな優しいな。喋り会後に寝落ちしたんで大丈夫です。いつも寝落ちしてない？明日朝早いけどダイニャをできるだけ見逃したくないから起きて。ありがとう。明日朝早いみんな。でも月曜日だもんね。タイプ。ありがとう。早速アイニャが理想のタイプって言ってるんだがって。え、なんか理想のタイプも嬉しいんだけど、そのなんて今を見て、え、タイプみたいな、え、可愛いタイプって言われると嬉しいっていう。そう、わかりますかこれ。多分女の子は分かってくれると思う。タイプって言われると嬉しいですよね。言われないからさ。昨日教科迷ってやめちゃったって。じゃあ20日当たったら来てね。フフフ、 T シャツ欲しいって。欲しいよなあれ、絶対ゲットした方がいいよみんな。むしろこれからエンジンかかります。マジ？最近何時寝てるの？日によるな。最近でも遅いかもしれない。あ、でもね、次の日の仕事によるかな。朝早い仕事だったら早く寝るし、昼過ぎに集合とかだったらちょっと夜更かししたりみたいな感じかな。今日動いたら寝ちゃ見えないと思ったから配信嬉しいって。じゃあいっぱい動いとこ。いや、最近乾燥で前歯めっちゃくっついちゃうんだよね。マジ公演の時これなんのよ。よくこれ本当にマジでここ最近本当に乾燥やばくて、マジで17日のニャーニャー公演本当に不安。歌えるか。この前ね、あの中学生が修学旅行で、ね、劇場来てくださった日らへんあたり、あそこあたりから乾燥がマジでやばくて、あの日も本当に乾燥がひどくて、多分急にあったかくなったからなのか分かんないんだけど、マジくっついちゃって全然歌うまく歌えなかった。だから中学生に絶対歌えたって思われたってぐらい本当に歌えなかったの。ごめんなさい本当に。もう一回だから来てほしい、中学生。もう一回修学旅行来てほしい、劇場。もう一回歌わせてほしい。やり直しさせてほしい。レイナもねめっちゃきつかったらしいんだけど、喉が、あ、ね、声が出なくて。でもアイナがやばいと思って頑張って歌ったよって。ありがとう、ごめんねっ ってマジで歌えなかった全然。可愛いタイプでコロッとアイナちゃん打ちましたけどって。本当に嬉しい。あんなガキンチョの私を。本当に今日はアイニャとそれのハンドクリーム買ったら保湿しながら寝ます。幸せって、嬉しい。私もハンドクリーム毎日塗って寝てるよ。
俺も朝起きたら前歯くっついてる待って、朝起きてくっついてたことはないわ。こうやってあってめっちゃおもろい。劇場マジ感想やばい。だるまありがとうございます。でもさ、中学生の子が何人かさ DM くれて、そう、何々中学校ですのものですって、修学旅行ありがとうございましたって DM くれたの。可愛くない？でも返事できないからさ、 DM 心の中で返事したんですけど、アイニャ推しですって言ってくれた子がいたの。そう、アイニャとカホちゃん推しですってになりましたって、ファンになっちゃいましたみたいな。可愛くない？中学生だよ、中2だよ、可愛くない？この中でありがとう、嬉しいって思った。修学旅行で劇場うらやまって、修学旅行で劇場って、でも私はさ不安だったの。だって中には絶対アイドル興味ない子の方が多分多いじゃん。学年にさアイドル好きな子ってさ、そんなほとんどがアイドル好きじゃないじゃん。私は今までそうだった。学校通ってて学年でアイドル好きって言ってる子なんて数人だったし、多分その学校の子もね、もともとアイドルが好きとか NGT に興味あるってこう本当に少なかったと思うんだけど、みんな楽しんでくれたみたいで嬉しかった。いや、女の子か男の子か、ちょっと多分男の子かな。なんかアイコンとかだけじゃあんまりはっきりとは分かんないけど、多分男の子っぽい感じはしたけどね、嬉しかった。めっちゃ歌下手だったのに嬉しいマジでね、本当に悔しかった。眉毛めっちゃいい感じだな。うん、いい感じ。喜んでくれたかな。みんな喜ぶよって、みんなのコメントが温かい この前さ、実家帰った時に、まあ、この前って言っても夏ぐらいの話なんですけど夏ぐらいにさ、実家帰った時にさ、小学生とか中学生の時の映像を見てたのよ、ホームビデオみたいなの。それで私小学校の時にダンスクラブに入ってたんだけど、あ、違うわ、まあそうだ、ダンスクラブではフライングゲットセンターで踊ったりとか、フライングゲットの時小4だったな、小4。私ダンス部の先生結構ちょっとお厳しい方だったんですけど、結構なんか子供たちが楽しんでやるクラブ活動っていうよりは結構ガチのダンスクラブだったのね、私が通ってる小学校のダンスクラブが。そう、結構大会とかにも出てたんだけど、その時に普通先輩がセンターとか前のポジションやるんだけど、私小4、クラブ活動って小4小5小6ったんだけど、小4でセンター抜擢されてフライングゲット踊ったんです。あと恋チュン、修学旅行じゃないな、私恋チュン人生って2回学校で踊ったことあって、1回は小学校6年生の時に、なんかもう卒業間近の時にクラスごとに出し物をするってなって、その時に私のクラスが恋チュンを踊るんだったので、動画見てみたら私前で踊ってた。なんかで中学校2年生の時 NGT48 のオーディションを受けるマジ1ヶ月前ぐらいに、
自然教室っていう泊まり学習があったのよ、中学校で。その時に、まあ、その時も夜なんか大きな体育館みたいなところに学年全員集まって、出し物みたいなのがあって、私のクラスが恋中だったんよね。それで、まあ、私その時はバイト AKB 経験してドラフト落ちてっていうのもみんなしてたから、なんか踊って踊ってって言われて恋中みんなに教えて恋中実際にバイト AKB とかでさ、本当にダンスの先生に教えてもらってやってたからさ、それをクラスの子に教えてやってたわ。中学校の時のやつはね、修学かなんていうの、泊まり学習だったから映像ないんだけど、そう小学校のやつはそう映像あって、で携帯でねそれ撮ったんだけど、おもろくて、でもねもう後ろにあのクラスの子が映りすぎてて載せれないんだよねなんかちょっと私離れてるとこにいたりとかだったら切り取って載せれるけど、もう真後ろにうじゃ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 私のクラスの子がいて載せれないんだよね。出たもんじゃないよね、あと努力奇跡が起きる、あなたとどこかで愛し合える予感。なんか学校帰ってる時ってさ、本当にさ、なんかみんなと喋ってさ、みんなとワイワイして、みんなでご飯食べて、みんなでなんか勉強してみたいなやるけどさ、本当に卒業したらさ関わんなくなるじゃないですか学校の人って。悲しいよね、寂しいよね。なんか本当に超仲いい子とかじゃないと会わんくない？学校卒業したら。NGT 卒業しても同じ学校、いやメンバーとはいっぱい会いたい。みんな会ってくれるかな？アイニャの知らない歴史まだまだたくさんあります。確かに私卒業までにいっぱい伝えよ、草壁アイナの歴史を。まあ、そんな大したことしてないですけど大したことしてないですけど、夢ユナのことよろしくねって。こちらこそ夢ユナマジでさ、マジただの友達みたいな最近本当にゆめにゃーにゃーの会話聞いてほしい。マジでただの友達すぎてみんなびっくりすると思う。そんな仲良かったんだみたいな日向は特に会ってくれるでしょう。そう、昨日日向マジで久々に会えて本当に嬉しかった。そう、ずっと愛ちゃん寂しい、愛ちゃん寂しいって卒業しないでってずっと言ってくれて、そう、でも卒業したらいっぱい、卒業してもいっぱい遊ぼうねって約束したので楽しみ。ひなたとはね、いっぱい行きたいところがあるので。そうそう、新潟にも、新潟にいっぱい来る。私だって新潟の方がだってもう友達多いもん多分。うん横浜より新潟の方が友達とかお知り合いの方多いので、私マジで新潟いっぱい来る予定ですよ、ほんまに。でレイニャンチ泊めてもらう。レイニャンチの居心地の良さったらあらしない。じっくり夢にゃにゃ配信してほしいって。やりたい夢にゃにゃ配信ね、寒いね、寒くない？最近さめっちゃあったかいじゃないですか。もう春かな、春だよねってぐらい昼間あったかいのに
夜夕方ぐらいから急に冷え込む。寒い。どっちかにしてよって言いたくなるよね。わかる。勢いでこたつ片付けて後悔しても、そりゃ後悔。今うわこたつ入りたい、こたつで寝たい最低。え、あと10分、24時やば、早すぎ、ごめんなさい、めっちゃ声でかかった、すいませんすいません。やばーがめっちゃ響いた部屋の中に。そっか、この間コラボ配信みたいなもんだったか、夢ニャーニャーと。あんなんだってもう全あれを見たからじっくりって言ったのか待って、眉毛の色いい感じすぎない？ちょうど髪よりちょっと明るいぐらいで、眉毛は髪よりちょっと明るいぐらいがいいら、ちょうどいいらしいですよ。確かに服むずいね。え、関東ってさ今春なんですか？関東って関東の天気どんな感じ？九州は、関西はどんな感じ、東北はどんな感じ、みんな。私の方って何県の方が多いんだろう。でも新潟にお住まいの方が多い気がするけど。色もさし形も綺麗。あら嬉しい、うふふふふふ、やったやった、いい感じ、いい感じだよね。え、桜が咲いていたような。でももうちょっとそんな時期か、やばいね、桜の時期やばいギャルみたいな。え、桜やばくね、え、桜やばい眉毛タイプです確かにタイプ乱用してたの私だからな。昼間はニットにコートなしで行けたよって。それはね、新潟も行けるんよ。新潟もコートなしでもう外出れるんよ。今日これで昼間外れた。でも夜は寒いのよこれだと。だからさ、じゃあコート手持ちで持ってけってかって。昼間はコート着たら暑い、夜はコートないと寒いってことは、コート手持ちで持ってけってかってなるじゃないですか。桜見に行きたい、見に行きたいな。なんか夢にゃにゃでね、誰だっけな誰かがお花見したいみたいな言って、お花見みたいな、めんどくねーみたいな会話を4人でしたな行きたいけど、お花見ってさ、行きたいけどさ、行きたい行きたい、行こう、夢ないニャニャでお花見行こう。なんかお花見ってさレジャーシート広げてお弁当食べてみたいなイメージがあんの。でも私たちって絶対行ったらさ、インスタに写真撮って4人で写真撮って、あ、じゃあ解散みたいな、あ、じゃあカフェ行こうみたいになると思うんですよねって思ったけど、でも去年のえちゃんと桜見に行った時、まあ写真撮ってみたいなそんな感じだったけど、やっぱちょっと桜を目の前で見るっていうのがやっぱめちゃめちゃなんか良かったんだよね良かったんだよねって語彙力なさすぎるんだけど、なんだろう、心が浄化されたというか、座ってお花を見たわけでもないし、ただ歩いただけだけど、なんかすごくね素敵な時間だったなって思うから、行きたいな今年も。あと5分だって、やばい。スクショします、軽く。
よし、ではランキングを発表させていただきます。13位韓国の塩コショさん、ありがとうございます。12位、米沢二郎さん、間違えたら言ってください、ありがとうございます。11位、しんちゃろさん、ありがとうございます。10位、さきちゃん、ありがとうございます。9位、ひんじさん、ありがとうございます。8位、ひーたん、ありがとうございます。7位、オールタイムさん、ありがとうございます。6位、ジェイさん、ありがとうございます。5位、プチペオさん、ありがとうございます。4位、ゆうたくん、ありがとうございます。3位、タネイさん、ありがとうございます。2位、コミュニストさん、ありがとうございます。そして1位がマイマイさんです。ありがとうございます。いや、髪色とても良い感じですね。そしてサラサラでもう幸せですね。眉毛も脱色できたし、とても充実した時間でした。1時間しないぐらいの時間だったけど。お、愛にアバター制作権ゲットしましただって。すごい。何、楽しみにしてる。ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ、みんなありがとう、見てくれてん。みんなのおかげで楽しくていい眠りにつけそうです。私もみんなありがとうね。こんな夜遅くに始めた配信、こんなにたくさん見に来てくださってありがとうございます。今日はインスタにネイルの写真載せたりもしたので、みんな見てねん。ツイッターとかもね、更新してるから見てねん。私はこの配信を終えたらすぐに立ってお風呂にそのまま直行すると今決めました。約束します。ここで、ここに誓います。先生、私草壁愛菜はこのショールームを終えた後そのままお風呂に直行し、お風呂に入ることを誓います。はい、ここに宣言したんで、もう破れない。ちょっとでも携帯いじっちゃうとやっぱりあ、俺だるいってなっちゃうんで直行します。ちなみに前もこのショールームでこういうことしたことあったんですけど、その時は無理でした。無理だったんだよね。携帯いじっちゃって、あ、みんなに申し訳ない、みんなにすぐ振られるのって言ったのにとか思いながら携帯いじっちゃったんですけど、まあ、今日は選手先生までしちゃったんで、さすがに破れないです。あ、やばい、時計見て、あと45秒。ということで皆さんありがとうございました。ねえ、みんな疑いすぎ。なんならもう立って、怖いよみんな。音楽はかけるから、携帯は一回ロック解除して音楽かけてから入るからね。いや、マジで入るから。今日はだって選手先生したもん。私選手先生したら裏切れないって決めてるから、私の人生。じゃあと15秒だ。みんなありがとう。おやすみ。眉毛脱色見守ってくれてありがとう。おかげでいい眉毛の色になったよ。じゃあおやすみ。バイバイ。お風呂入ってくるね。おやすみ。